諸葛孔丘一族の誇りを胸にいざ転じる全ての城門を閉めよ。近くまで攻め入った敵を駆逐する。勇者を抑えている将を倒し起動させよ。将と各隊は西へ向かう。諸葛丹は私と共に東へ行く。その組もらい受ける。
キノコの力を貸してくれ。皆力を貸してくれ。兵器が再起動したようです。月の子どもで我らの攻めは勢いを増しましょう。設置してある土砲を奪い返す。それで戦力差を埋められるはずだ。この勢い射程にも止められますまい。この俺が相手だ。五軍は一掃した。次は我らが打って出るぞ。城の包囲を崩しつつ戦線を上げる。戦力を一点に集中せず広く取るのだ。引き続き将と各隊は西を進め、私と諸葛丹は東から攻めるぞ。私もあの高みに近づけたよ。その首もらい受ける。いざ抑えるぞ。どんな抵抗もねじ伏せてやる。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。あらあら、なんでこんなところまで来た。おしまいにするわ。本当に仕方のない。そこに乗れ。you
戦は崩れ、貴様の命運は尽きた。五の大将は勝ち目のない戦を続ける無能か。この私が無能だと、その高慢な花をへし折ってくれるわ。みんな力を貸してくれ。ちょうどいい、我が知略試させてもらおうか。己葬儀、己しばし、この屈辱必ずや注いでくれる。我が諸葛の名にかけて。お前ごとき無能が諸葛を語るな。諸葛と、まるで誰ぞの影でも見ているようだな。血筋が何だ、名が何だ、そのようなもので己の才は磨かれる。死はただ己の才によって生きるもの。この私とてそう務めている。生まれに溺れるような輩はああなる運命。さあ引き上げるぞ。生まれに溺れるか。私は囚われていたのだな。己足らんとする前に諸葛足らんとあがいていた。だが今その呪縛から解き放たれた。これよりの私はただ私として才を磨き進んでいこう。